人工衛星が撮影した大サンパウロ都市圏。サンパウロを中心に市街地が発展していることがわかる。写真下部の海沿いの市街地はサンパウロの外交サントスを中心とする市街地大サンパウロ都市圏はブラジルサンパウロ州におけるサンパウロを中心とした都市圏のことである。世界で7番目南半球では最大の都市圏である。 競技の第三パウロ都市圏南海岸、サントス都市圏、北部、カンピーナス都市圏、東部、サン、ジョゼドスコンポスト市圏、ジュンジアイ都市圏、ソロカーバ都市圏しばしば、第三パウロ都市圏の一部と考えられる。発展中の小都市群ポルトガル語で、リーチャをメトロポーリトナでサンパウロと定義される。第三パウロ都市圏の中核を成す地区は、サンパウロを含む39の自治体で構成される。 RMSP に含まれる。この地域は、ブラジルの金融、経済の中心地であり、この地区の人口は約2000万人に達する。最大の都市は、サンパウロ州の州都でもあるサンパウロであり、人口は、おおよそ1103万人。サンパウロに続く都市は、サンパウロの空の玄関である、グアルーリオス国際空港を有するグアルーリオスであり、約130万人の人口を誇る。 また、サンパウロの南に隣接する ABC 地域のサントアンドレ、サンベルナルドドカンポやブラジル大サミーの銀行のバンコ、ブラデスコの本社所在地であるオザスコを皮切りに複数の自治体が10万人以上の人口を有する。ABC 地域はフォルクスワーゲンやフォードモーターなどの工場が進出しているサンパウロ都市圏のまさに中核となる工業都市である。 講義での大サンパウロ都市圏は5つの小都市圏がこれに加わる。サンパウロの西 96km のところに位置するソロカーバを中心とする都市圏、サンパウロの北 60km に位置する順次合いの都市圏、サンパウロの外交サントスを中心とする都市圏、カンピーナスを中心とする都市圏、サンパウロの北東にあるサンジョゼドスカンポスを中心とする都市圏の5つである。 この5つのショート試験を含めた場合の講義の、第3パウロ都市圏の人口は約2764万人となる。アイブリサダジス・ハット、デ・イブラ793ポップヤラザ・レシデンテ、M1、デ・アブリルで2007、プブリカスをコンプレータ。シーステムアイブリでリクーパースをオートマティカ2008年7月5日、閲覧。エスタマティバス、コタジダ・ポップヤラザ2008。 アイブリ、2008年7月11日閲覧。プロデュートインテルの、ブルートドスミューニセピース2002から2005。インスティートート、ブラジレーロでヘオグロフィアイエステティスティカ2008年7月5日、閲覧。ありがとうございます。